けでお世話になってます。前回の動画でお二人はねすごい評価を上げられて本当すごかった。まあすごかったことは認める。いや二人のことは認めてるよ、認めてるけど、ちょっと個人的にはねまだ帰れないんで、あっちの左端に向かいます。ちょっとね二人が僕を先行させてくれるっていうことなんで、左から右端まで今日弾丸して輪切り作戦で切ってって切ってって釣れるのかっていう検証ね、まあ、なので作戦としてはこちら、前回なべちゃんもいくまさんも釣られたアスリートの105プラス、アスリートプラス105か、まあ、どっちでもいいや。やっぱミノーがねなんか手前炸裂しましたね、ほんとね。ヒットするところは手前の駆け上がりでルアーが針かなんかに当たってゴゴゴゴってなるなる、なった瞬間ぐらいにってくってくる。先行させてもらいますけれども、2番手はどなたが行かれるんですか。鍋ちゃん、鍋ちゃん、鍋ちゃん、なべちゃんは僕の後ろで何をしようするつもりですか。僕は何をしようとしてる。悪いことはなぜか攻撃的な。違うルアーを投げてみようと。ああ私と違うものをね、はいはい、そういう感じでやるんですか。大好きな、あ大好きなものだけど。わかりました。ちょっと解禁しようかな。この人沖をやるつもりだな。じゃあこっからスタートします。こっから左から右まで今日はね視聴者の皆さんもノーカットでお届けしますんでお付き合いください。3時間ぐらいの動画になると思います。ミスキャストした場合はもう一回投げてもいい。ここで動かなくてもいい。あいつなかなか動かねえなと思ったらあのミスキャストしてるってことだから。ちょっとねミスっちゃいましたね。もうちょっとちゃんとキャスト決まったら右に右に動いてきます。ちょっと何時間かかるか分かりませんがやっていきたいと思います。もう結構やっぱキャストがブレちゃうんで多分輪切りもねなんか輪じゃなくなっちゃってると思うんですよね。もうなんかメビウスみたいなね無限を描いちゃってるみたいな。それはそれでね人が探ってないところを探ってる可能性があるんで、まあ僕は僕のスタイルでメビウススタイルでやっていきますわ。ちょっと流れすぎたか、右行きすぎてるな。第ゼロブレーキ攻めちゃってるなこれ。もうちょっと、こっちに投げて結果あっちに流れるから流してからのこっち巻き、どんぐらいねメビウスしたら釣れるのかっていう。今は5メビウスぐらいですね。向こう行くまでに何メビウスになるんでしょうね。いよいよ彼らもスタートするみたいです。というわけで10メビウスの節目を迎えました。やっぱりねなんかこう節目の区切りの数っていうのは大事にしていきたいですよね。え近い、なんだって、どこだって、どこで湧いた。ちょっと状況が急に変わりました。2人とも完全にスイッチ入ってます。え、いた、バレた。私は引き続き手前を探ります。節目の20メビウス目、やっぱりねこの節目を大事にしていきたいですね。節目節目でこう初心に戻ってね最初の1投目のあの頃の気持ちを忘れずに希望と期待を胸にね1投目投げるわけですけれども、だん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 それがねしぼんでいってしまいがちなので、この20投目も1投目と同じ気持ちで投げて巻いて心を整えていくことでやっぱり釣果にもね結びついてくると思
持ってますんで、波の音とキャストを繰り返していると心が整ってきますね。それがサーフフィッシングの一つの楽しみでもあると僕は思います。ちょっと動きます。まだ半分も来てないんで、どうすかね、あっち行くまでに50メイビースぐらい行くのかな。というわけで、いよいよ節目の30メイビース目を迎えました。いよいよね、ここからはもう若さだけでは乗り切れない30代の壁に突入します。やっぱりね、この節目を大事にしていきたい、そう僕は思うんですよね。これでっつってフェニックス、あー、竿を倒して今ぐらいがこう持ってかれてる重みを感じながら、あ、キューと前にもう巻き出しちゃっていいんすか。そこまでわーってやなくて、そこに落とすのがあるんですけど、ゆっくり巻いてたら徐々に。なるほど。でたまに止めた2回巻いて、なるほど、3回巻いてた、ちょっと誘う感じで J ね、 J こうやつね。ありがとうございます。生間さんからあったかい応援が入りました。情熱フェニックスがね、この40メビウス目で託されましたんで、この方角に投げて着水したらもうゆっくり巻き出すと。今までフォールさせてそこまで落としてから巻くってやったんですけど、まあそれもありはありなんですけど、あれ、なんか跳ねたね、今なんか跳ねたね、なんか跳ねたよ。どこだろう、なんかあの辺、3で止めてみたり、1,2,3 で止めてみたり、1,2,3,4 で止めてみたり、1,2,3,4,5 で止めてみたり、1,2,3,4,5 で止めなかったりして、なんでもないな、なんでもないね。なんか生命感感じたんだけどな、俺の熱い鼓動かな。さあ、石リリース、即リリース。ちょっとね、時々手前でね、生命感演出する石がありますんでね、そこでさ、石がバタバタしてさ、ヒラメに見えたよね。幻覚まで見えるようになってきました。え？何？石じゃない、魚、 ESO ですか？はい、ラメさんとの共同作業。え、そういうこと？投げてるところに、はい、ワイプを引っ掛けて、引っ掛けた、放置してる、打ちに食った。ヒット、ほっとけ、ほっとけ、すごいやん、魚持ちたいな。続きからやっていきます。確かあそこに荷物があって、その手前ぐらいだからこの辺だったかな。ついに節目の80メビウス、頼む。というわけで84メビウス目という歯切れの悪いところで一旦休憩を取りたいと思います。浜名湖のりつくだにを入れて、去年のね、ちょっと浜名湖の思い出とかを振り返りながら、チヌをフェニックスした時のことを思い出したいと思います。
というわけで、乗り佃に入れてね、ちょっと復活しましたんで、85レビュースから再開していきたいと思います。新規一点佃に入れ、ちょっとね、じっとしたら体冷えましたね。ほんと寒いな今日、春とは思えない。でもかじかみ、体も震え、目も霞、意識が遠のいていっている。まあ刻一刻とね、何が痛いのか分からなくなってしまいましたが、確かマメちゃんがヒラメ仕留めたのこの辺だった気がするな。締めの90メビウス、三熊さんが仕留めたポイントまで来ましたね。終わり間近、120。というわけでですね、まあ、あっちからこっちの端まで150メビウスやったところ、メビウス、あ、そっか、みんなに説明してないから意味わかんない。ちょっとおかしい。大丈夫か、投げすぎてちょっと鍋ちゃんにね、このガンガンしながら輪切りにしてくれるといいですよっていう輪切り作戦を教えてもらって、はい、でもやってるうちになんかだんだんこう応用っていうか、おお、宿題に味付け、そうそうそう、 みんなみたいにあの、はい、キャストが正確じゃないから、こうなってるのもあるし、こうなってるのもあるし、よく考えたらこれ輪切りになってないなと思いつつ、まあ、とはいえみんなが探ってないのを探ってるんじゃないかっていう可能性をかけて、無限の可能性があるみたいな意味でレビューするね、前に可能性はあるけどね、誰になってあるしね、レビュースしなくてもいいですね。それで150レビュースしたところ、ホワイトフィッシュ、なべちゃんが釣ったヒラメが最後の2枚だったんですね。もう最後の2枚釣っちゃったから、魚がいなかったっていうのがあったか、自分なりの結論。あのタイミングが、そのほぼ打ち合いでしたから、そうですね、9時ぐらいが満潮、それに満潮になったんですよ。その概念を忘れてたの。満潮とか地合いっていうのがあったんですか、ということがお分かりいただけたのであれば、この動画が意味があったのかなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、次回もね、いろいろ見せていきますので、よろしくお願いします。お願いします。